はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のナーススクールやってまいりました。やりがですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、ニュージーンズさんたちからディット、こちらのミュージックビデオ、サイド A ということで、これ、B とかいろいろまたパターンがあるのかって思うとね、ちょっと、すごいな。すごいなっていうふうに思うところでございますが、ね、収録ボタンはファイということで、今回はスペシャルゲストの方もいらっしゃるのではないかという、その、6人目とは一体みたいなね、お話もありましたけども、見ていきたいと思います。レッツラン、ゴーズ。結構早めに始まるわね。字幕はいいか一旦。わー、このアナログな感じが。あら、ヘリンちゃんですね。キスやキスやマニア。ヘリンちゃん。なんかまあホラー映画ではないと思いますけど、あ、よかったよかった、音楽がつけば。みんなの髪色が暗い。だいぶ前に用意した。やつだったりする、もしかして。そうか、撮ってる人がいんのか。あれ？あれ？あなた？君は？今私たちの学校は？の？本来なら6人だけど、手怪我しちゃってビデオ係という。
頼む。このメモ取ってもしかして方じゃない？映ってる、映っ、その今は私たちの学校はの人だよね、とあのシスターズの方ですよね。目元で分かった、目元で
そうよね。ジフさんだ。そうだ、この口元。すごい人とコラボしてるんだ、これすごーい。ヒョノクくんしっかりですけど、ヒョノクくんよね、お名前ね。ヒョノクくん、クレジットでヒョノクくんって出てたよね。キャスト、ヒョノクくんだ。うわー、ジフちゃん、ヒョノクくん。今をときめく若手二大スターじゃないですか。学校生活の中で片思いをしているその自分の心のときめきみたいなものが、その周りの人には見えてないけれども自分の中でそのニュージーンズちゃんたちがいるっていう、その見えてないけど自分の中の感情たちみたいな感じで彼女たちを出現させることによって何か自分の世界をこう保っていたのではという気がしているような見せ方なのかなーなんていうふうに思ったりとか。うわー、だからいるんですよね、実際ね。多分大人になられてだと思うんですけど、ただ実際に昔の映像を見てみたときに確かに自分にはそこにいる彼女たちのような。で、これ多分お付き合いができてるじゃないですか、ここで。だからその淡い恋心みたいなその自分、その応援してくれた彼女たちがいなくなっちゃうっていう、民事って書いてある。まあ、ここら辺は現実世界とその自分の空想世界がリンクしてる部分ではあるかもしれないですが、この小鹿みたいなところにやっぱりちょっと一個意味があって、この時のピュアな自分行ってしまった、見送る自分、見送る、いや、これでも彼氏できたっていう話、そういうわけではない。でも君が好きだってうーわー高鳴る鼓動で、まあこのカメラを壊すっていうシーンですよね。望んだ通りに I want you。 だから彼という新しい存在を、まあ、手に入れるという言い方はあれですけども、得る代わりに自分の中にいたその彼に思いを寄せていた頃の自分とおさらばしなければならないっていうことなんですかね。だからその彼に思いを寄せていた時の自分はやっぱりこういう楽しいワクワクするなんかそのときめきみたいな高鳴る心臓がまさにここだったんでしょうね。だからその学園生活いろいろこう切り取った時にも何かこうワクワクしていたというか、なしニュージーンズちゃんたちがいてくれたよねっていうことなんですかね、おそらくね。なるほど、これは絶妙ですね、そう考えると。センスいいな、このビデオカメラ、ビデオデッキしっかりですけど、ちょっと古いやつですよね。だからこの頃は好きな人がいる時の甘酸っぱい青春だったわけだ。で、自分の足でその雨の中一人で歩いて帰るっていう、で彼女たちと別れることによって、ミンジちゃんから電話が来てるっていうのも、だからそのミンジちゃんに呼ばれてるというか、ねえどうしたのっていうその思いを振り切って恋をしよう、
あのバンビっていうところにも何か意味があるんでしょうね。すごいな。すいません、全くのホラーではなく、本当にそのひとときの青春、そのそこの部分をめちゃめちゃ鮮やかに切り取ったエモすぎるミュージックビデオディットでございました。多分そうなんじゃないかなって思って見てるんですけど、これがまさに本当にホラーなのかどうかわかんないですけど。ということで、ぜひ皆さんの考察などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたらというふうに思うところでございます。よろしくお願いします。現場会場でございます。ありがとうございました。よいしょ。